皆さん、こんにちは。レミです。ご機嫌いかがですか？木の葉っぱが落ち始めましたね。なんか、夏が本当に終わりましたみたい。今日は、夏が本当に終わりましたの、本当にの新しい言い方をご紹介したいと思います。L'été est bel et bien terminé. L'été est bel et bien terminé. L'été est bel et bien terminé. 今の bel et bien の言葉は一つの節句です。副詞として使われていますので、整数の位置をしないでそのまま使ってください。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、Ensemble en français のレッスンでお待ちしています。À bientôt!